はい、パンコージさんの、南です。今日はですね、前にもやったんですけど、ダウソフトの中でアパートメントアンプを、鳴らすというもので、前回はこのですね、ダウソフト上のアンプヘッドの前に、アパートメントアンプをつないで、どう音が変化するかっていうのをやってたんですけど、今回はこのダウソフトの、ヘッドの部分をなしにして、ここにアパートメントアンプが入ったらどうなるのかっていうのを、検証していきたいなと思います。まずはダウソフトのツインを鳴らしてクリーントーンを作っていきたいと思います。で、今回使用するギターは、フェンダーメキシコのサイクロンですね。で、こちらですね、フロントリアどっちもうちのオリジナルのピックアップがついています。リバーブが切っておいて、はい、こんな感じですね。じゃあこれの今のこのツインではなく、アパートメントアンプがここに入ったらどうなるのかっていうのをやってみたいと思います。全然違いますね、やっぱり。本物の真空管とトランスが入ってるっていうこともあって、まあ、前回の動画でも言ったんですけど、かなりピッキングのニュアンスがしっかり出てくれます。パキッと欲しい感じのこのニュアンスがこういう感じで出てくれますよね。まあ、こうやってそのモデリングのアンプではなくて、本物のアンプをダウソフト上で鳴らすっていうだけで、こんなに生々しい音になるのかっていう、かなり驚かれると思います。まあ、せっかくなのでちょっとキャビネットとかも変えてみますか。まあ、どれにしてもかなり相性がいいですね。はい、クリーントーンはこんな感じで。だから前回の動画では確かアパートメントアンプ自体での歪みっていうのは確か弾いてなかったと思うんですけど、今回じゃあちょっとこれで、比べてみようかなと思います。で、アパートメントアンプ自体そんなに激しく歪むわけではないので、ちょっとこっちのマーシャルとかのモデリングだと少しゲインが高すぎるかなと気がするんで、ボックスとちょっと比べてみようかなと思います。これがボックスで、じゃあ次はアパートメントアンプでやってみます。ここがですね、このつまみがこういう形でカチッとスイッチになっておりまして、これを上げることによってゲインが上がっていきます。で、ボリュームはこれと連動しているので、音量の調整を取
撮りながら。まあ歪みの種類というか、まあアンプそのものが違うんで、まあ比べるっていうのもちょっと難しいと思うんですけど、かなり、アパートメントアンプでも歪みが作ることができますし、生々しい音を作れると思います。これもちょっと他のキャビネット使ってみますかね。でしょうか。まあ、簡単な実験ではあるんですけど、まあ、こんな形でダウソートの中でのアンプは使わず、アパートメントアンプをここに置いて、まあ、そこでキャビネットを鳴らすというような使い方を今回してみました。で、結構この使い方、エフェクターとかを、まあ、アパートメントアンプの前につないで使ったりしてもすごくちょうどよくて、実際僕もレコーディングでアパートメントアンプのライン取りだけで撮ったものもあって、もう家でかなり本格的な音を作れるっていうのは、ギタリストの人は一家に一台持っておくべきなんじゃないですかね。いろんな遊び方もできるし、実践でも使えるし、おすすめの商品となってます。で、こちらこのチャンネルは海外向けということで、海外の方にも買ってもらえるように、通販サイトみたいなものを、作ってあるので、そちらから購入できますので、もしよかったら、チェックしてみてください。で、何か、質問などあったら、YouTube のコメントだったり、あとは、ホームページのメールアドレスから、お問い合わせいただければなと思います。で、さっき僕がレコーディングしたっていう曲もちょっと参考程度にリンクなどちょっと貼っておくので、もしよかったらちょっと聞いてみてください。では、ありがとうございました。パンコイさん、みなみでした。